そうした日本の方々の応援をスタジアムで受けながら今日本オリンピック代表の登場です。肝心要の第2戦、中田英寿、中田浩二、稲本、シルバキアは前にまだ来ません。稲本がついているが、ポジションはありません。今度は三浦だ、前にスペースがある。さあ右サイド中丸、抜けてきた、中2人いる、3人目も入ってきた。日本いいでしょう、クロスボールが来る、よっしゃ決めた、とうとう決めた、中田英寿ですね。最高の形で決めました日本。いやーこれね、左サイドの三浦、いいプレーでしたよ。3人入ってました。そうですね、3人ですね。後ろの中村も空いていましたが、中田英寿このオリンピック初ゴール、まあ決めるときは決める、そういった選手ですかね。この1点がチームに与える木村さん影響をちょっと、もう気にしてください、はい、これでですね、スロバキアももうほとんど前にかかってきますからね。反対にそこを逆ついてどんどん点が入る、シュートが来る。さあここで中田英寿に入った、いいボールですよ、高原が来た、完全にフリーになった。高原見せてくれるのか、高原浮かせるのか、どうするんだ。戻ったボールに対して押し込んだ日本2点目。いやこれ稲本ですよ、稲本の2点目、素晴らしいサポートですよ。日本カウンターあっという間、2対0と突き放しました。ね、ハーフライン際ですね、高原うまく外してここはね決めてほしかったですけど、稲本をよくサポートしてますね。かなり長い距離走ってますよ、後半の29分、日本追加点。木村さん、油断してはいけませんが、はい、これはなんか思わず顔から笑みがこぼれてしまう。そうですね、がぜん有利になりましたね。日本にとっては非常に有利な2点目。これでまあもちろんディフェンスはしっかりしてですね、できれば数多く点取っておきたいですね。これをですね、そしてあそこまで走っていって最後のところでこうまたプレーができるっていうのは本当に強いですね。日本落ちた、1点入れられた日本。速いボールで、そうなんですね、そこからのボールを取られました。これ体をうまく、ね、利用して中田ついてたんですけど中に、ね、先に入られましたよね。このポラージックの足の長いゴールに対するショットはブラジルからも1点をもぎ取っています。ポラージックそのもののこのオリンピック2点。高原一旦潰されましたが前には中田英寿、そして稲本が上がっている。稲本が来ます、いや稲本を浮かしてシュートした。素晴らしいプレーでしたけどね、稲本の大胆なプレー。まあ、中澤もよく狙ってましたけどね、本当にいいスペースに走り込んで、あのコントロール見事でしたよ。これどうですか、ワールドクラスじゃないですか、このプレーは。ここで相手かわしてシュート、日本の声が起こります。三浦得意のドリブルから一旦中を使う中田、
中村出てくる、高原が上がっている、稲本もいる、稲本のヘディングだ。いいボールでしたけどね、稲本もこう体寄せられてましたからね、落下地点に入るのは少しね難しかったですね。いい形を見せました、これいいボールですよ。そうですね、少し押されたようになりましたからね。9番の常が入っていました。その常、今度は三浦だ、前にスペースがある。さあ右サイド中丸、抜けてきた、抜けてきた、抜けてきた、中2人いる、3人目も入ってきた。日本いいでしょ、クロスボールが来る、よっしゃ決めた、とうとう決めた。中田秀俊ですね、最高の形で決めました日本。いやーこれね、左サイドの三浦いいプレーでしたよ。3人入ってました。そうですね、3人ですね。後ろの中村も空いていましたが、中田英寿このオリンピック初ゴール、まあ決めるときは決める、そういった選手ですかね。高原見せてくれるのか、高原浮かせるのか、どうするんだ。OK、押し込んだ日本2点目。いやこれ稲本ですよ、稲本の2点目、素晴らしいサポートですよ。日本カウンターあっという間、2対0と突き放しました。まあでもね、ハーフライン際ですね、高原うまく外して、ここはね決めてほしかったですけど、稲本よくサポートしてますね。かなり長い距離走ってますよ。後半の29分、日本追加点。木村さん、油断してはいけませんが、はい、これはなんか思わず顔から笑みがこぼれてしまう。そうですね、がぜん有利になりましたね。日本にとっては非常に有利な2点目。この辺はね、集中して守ってほしいですね。スロバキアも必死、日本もここはこの後のブラジル戦を考えればしっかり守りたい。よし、よく飛んだ中澤。さあ、さあ逆に4対2、いい形だ、いい形出てた、東が1対1になる、シュートは外れた。いや決めてほしかったですね。長い距離を走った後の平瀬のシュート、こういうプレーのために出てきたんですけどね。ここで今レフリーの手が上がって日本勝利、勝ち点3を獲得しました。現段階でグループ D のトップ、グループ D のトップですが、今同時に南アフリカがブラジルを3対1と下したという情報が入りました。この結果、日本